みんなこんにちは、ハリーです。みんなこんにちは、ハリーです。ボディラッシュ登場が今回なんですけど、もっとエトピコクじゃ課金絶対逃さないでみんな。早速やっていこう。ということで、今回もですね、バーチャーシュ大好きが宮田小学校高校生のエトピコを紹介しますよ。早速見ていきましょう。見ていきますのは、課金絶対逃さないでこれ。早速やっていこう。さあ、昨日ですね、紹介したんですが、今日までしかないということで、購入期限、今日までの課金のやつ、一緒に確認していきましょう。早速やっていこう。はい、皆さんですね、昨日来ました5周年アニバーサリー第2弾、ニカルフィ、復刻したよね。まさかの10日から24日までというね、14日間、2週間に及ぶイベントになってるので、第3弾ということで、24日に来そうな感じがするよね。まあ、多分24日の場合は感謝記念という風になると思います。さあ、そんなイベントは来たんですが、注目してほしいのは、もちろんニカルフィでもありますが、こちらB プラスリーグ昇格セール。よいしょ。星4クリスタルが200個ついてます。二条ダイヤが21個つきまして、1500円の課金イベントとなってるんです。でこれがですね、 B プラスに行った人以上だったら全員買えるようなイベントになってまして、これがなんと明日で終わります。なので12日の13時59分で更新になっちゃうってことなんだよね。でこれね、めちゃくちゃ重要で、本当に来ないの。これ1回逃すと半年に1回とかそんぐらいなのね。基本的に来ないから、マジで逃さないでみんな。無課金の人も、これ効果迷ってるよっていう人とか、いや引かなくていいでしょっていう人もね、いると思うんですが、基本的に全員買っておいて損はないですね、イベントとなってます。かけらが200個つくっていうのは、いつも毎週来るチャレンジイベントっていうのが来るでしょ。これチャレンジイベントの方でだと、無課金の人も全員やることによって20個かけらがゲットできるんです。でこれが10回分なの。課金すると60個になるんだけど、全員やるとね、20個しかもらえないわけで、10回やらないといけないんですよ。で1ヶ月で4回しか来ないので、約 2.5 月分という計算になってきます。なので2ヶ月分以上のものが1500円、課金することによってここで今すぐ手に入るんだよね。めっちゃ重要でしょ。しかもこの時期200個のかけらゲットしておくだけでさ、例えばこうやって挑戦キャラクターゲットした時に一気にね、レベルアップすることはできるわけ。100レベルとかまで。でなんだったら3050個かけら使うことによって52マスまでね、オーバーブースト開けることができるということもあるので、基本的にはかけら持っといて損はないです。なので未課金者、課金者の人もね、まだ1000個しかかけらがないよっていう人とかいると思います。基本的には全員買っておいて損はない、 B プラスリーグ昇格セールかけらイベントとなってます。こちらほとんど来ないので逃さないでください。明日まで、ね、この動画みんな絶対見てね。明日までだから悩んで。ハリーのバウンティーラブはご覧のスポンサーの提供でお送りします。熱負けてどんまいわくさ。はい、ということでここまでがですね、僕がもう伝えたいことになります。みんなよかったらで参考にして、共有とかをして、みんな友達とかみんなバンバン共有しちゃってください。お年玉とかで買っても損ないんで、まあ、正直ね、今の時期だけでも課金してほしいっていうのたくさんあるんですが、中でも一番おすすめのやつが来たので共有させてもらいました。じゃあ他にですね、今すぐ課金できるよっていうのがあった場合、どういうのに課金した方が今すぐ効果が出やすいのか、これもねまとめていきたいと思います。虹のダイヤ60個っていうのがね、おまけ付きでこういうの来てるでしょ。これねブースト特性とかであって、体力とかのねブーストとか上げやすいものになってます。で他にもねこういうのがあったりするよね。ブーストの特性2とかね、上げやすいようになってます。で基本的にみんな覚えておいてほしいんですけど、ブーストに関しての話で言うと、ブースト1はリーグとか潜るだけでめっちゃゲットできます。なので余裕があるのはブースト1なんだよね。ただブースト2の方に関しては、ほら見た通りさ、意外と少ないじゃん。これチャレバト最近やったからゲットできてんだけど、チャレバトとかやらないと基本的にゲットできないんだよね、ブースト2っていうのは。なのでリーグとか潜ってもなかなかもらいにくい。むしろ無課金の人でお仕事とか学校とか頑張っててね、あんまりリーグ潜る時間がないよっていう人に限っては、こういうのに課金してゲットしちゃうっていう手もあると思います。まあ、ただおすすめ度としては、さっきの B プラスリーグ昇格セールの1個下かな、おすすめ4っていう感じかなと思います。他にもいろんなのがあってさ、これまでだったら例えばこういうのね、今紹介したブースト特性2のものだけが入ったものとかもあるし、他にもねかけらが入ったものとかもあるんだよ。こういうかけらに関しては見てもらうと分かる通りさ、10個しかダイヤがないのに610円なんだよね。しかも2回買えるから1200円で40個のかけらゲットできるの。ほらさ、今さっき言った通りさ、1500円で200個だったでしょ。これ1200円で40個なの。圧倒的にお得なの分かってもらえると思うんですけど、これはおすすめ度的には3とかだと思います。さっきの特性2とかに関しても4だと思うので、ぜひ参考にしてほしいです。で他にもね、継承メダルのね課金できるやつとかもあるんだよね。こういう 14% 全員に対応というものがあったりとか、防御力、体力それぞれの課金できるものが来てたりとかします。
島、その他だったら S リーグ昇格セールの50個などなどですね、2000円台で売られている50個の昇格セール課金っていうのが来たりとかするんだよね。ただこういうのに関してはお得感っていうのがあんまりありません。見てほしいんですけど、35個かかるのに特製のブーストとかかかるだけで2400円これかかってるでしょ。 S リーグ昇格セールの50個は2000円なんだけど50個しかもらえなくて、その他の特典とかはありません。なのでちょっとお得感っていう面においてはちょっとどうなのかなって感じがするよね。ただね、課金額見てほしいんですけど、30個のダイヤでなんとこちら2200円なので、一応ね S リーグとか A+A-こんな感じのリーグ昇格セールの時は一応ねダイヤは安く売られてるよっていう形になってます。おすすめ度は低いです。その他にもですね、すぐ結果が出るものとしてはキャラが当たる課金のものっていうのがあります。 B- リーグ昇格セールっていうのが来たりとか、 C- リーグ昇格セール、 D リーグ昇格セール、 B- 昇格セールなどなど、こんな感じでですね、昇格セールとプラスしてキャラクターが当たるよっていうのが期待するんだよね。これは1体の星音キャラクター、さらにはフェスゲンキャラクターが1体当たるのに課金額としては400円以下、こんな感じで売られているっていう形になってます。工場キャラクターが売られている D リーグとか C- とかに関しては120円から280円、このくらいの値段になってんだよね。その他にも B- レジェンダリーキャラクター、フェスゲンキャラクターが1体確定するキャラクターで、11連ガチャの場合は課金額は1000円以下、980円とかで売られたりとかしてます。この他ブラックフライデーとかも期待するんだけど、これに関してはおすすめのガチャっていうので紹介してる動画あるんで、そっちで詳しく紹介します。ぜひその動画見てみてね。さあ、ということで見ていきました。どうでしたでしょうか。こんな感じでですね、今回来ているこの B+ リーグ昇格セールの200個、これがどれだけありがたいか、そしてむちゃくちゃお得かっていうのが分かってもらえたと思うんだけど、みんなね、ぜひ今日中だから検討してみて。明日にはもうないよ、この B+リーグ昇格セールは。いや、次いつ来るんですかっていうのもね、みんな知りたいっていう人もいると思うんだよね。今すぐ課金できなかったりとか、学生さんとかだとさ、すぐお金なかったりするじゃん。そういう人はね、ちょっと申し訳ないんだけど、これは半年に1回とかしかなかなか来ません。しかも超越戦キャラクターとかが来てる時とか、超越戦キャラクター来る直前とかに来るような、運営さん的には課金させてくるね、そういうイベントになってるので、次来るのはおそらく7月とかになってくると思います。そこら辺までなかなか来ないと思うから、みんなね注意して課金するかどうか悩んでできれば課金してほしいです。はい、お願いします。見ていただけました。次の動画でお会いしましょう。ではまた。ちなみに無課金者の人は1200個ねかけら貯めておいて、でもオーバーブースト54マス行きたい人は3100個、このくらいを目安にしてください。見ていただけましたら次の動画でお会いしましょう。ではまた。